こがちょっと幅がでかいけど、そうなんです、土入りで思いっきり。なんかね、前のメガネは中学生ぐらいの時に作った2代目メガネちゃんだったんですけども、それを多分私7年ぐらいずっと使ってて、全然度が合ってない、もう弱いメガネをずっとつけてたんですよ。で、正直メガネ、まあかろうじて見えるけど、でも全然例えばテレビの字幕とかあんまりメガネあってもよく見えてなかったので、この機会にちゃんと作んなきゃと思って作ったら、なんか3、4段階ぐらい上がりました、度が。 そう、物持ちではないんだよね。本当はコンタクトもちょっとね、もう合ってないみたいで買いに行かなきゃいけないんだけど、なんか時間ないし、コンタクトは一応全然生活するのに支障ないぐらいには見えてるのでいいかなっていう感じです。3段階かな、上がったの確か。でも結局はっきり言うと視力が 0. 点何かまではちょっと聞けなかったので、ちゃんと今度眼科に行って測ろうと思います。だからね、まあ裸眼でも全然近くの文字は見えるから、ショールームも全然メガネなしでできるんですけど、こっちの方がちょっと遠ざかった状態でコメント読めるんで、こっちにします。髪伸びたね、それね、思った私も。巻いてこんなに全然ありますよ、こんなだったのに。めっちゃ伸びた。いい感じですね。ちょっと半年間ぐらいはショートで楽しんだので、またこっからはちょっと伸ばす方向に進もうかなと思ってます。前髪もいい感じでしょ、切ったからこの間。重さもちょっと増やしてもらっていい感じ、今前髪。ショート派？ショート派嬉しい。本当に私の髪、ロング派とショート派半々なので、握手会で聞いたりコメントで聞いても半々って感じだから、自分の気分でいこうって思いました。ポニーテールね、そう恋しいんですよ、ポニーテールしたい、森ポニー。どうして視力悪くなったの？なんか小4までは A と A でもうめちゃくちゃ良かったんですけど、小5でパソコンで遊ぶのにハマってしまって、パソコンのオンラインゲームずっとやってたら目が悪くなりました。チパチパチパチ、本当にガクッと落ちちゃったよね。みんな画面の見過ぎは良くないよ。あ、メール来た？届いた？待って、った。ちょっと時間過ぎちゃったから、もしかして今日のうちに届かないかなって思ったんですけど、そうなの。 超どうでもいい重大発表しました、メールで。ヒヒヒヒヒ、この携帯で見てくれてる人は同時にメール読めないもんね。まあどうにかして見ていただいて、後ででもいいので。そう、今私の目の前にはその新しい相棒がいるんですけど、見たい？みんな見たいですか？見せましょう。テレ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 、じゃーん。イエーイ。ちょっとめっちゃいろいろ私の汚い部屋が映る。iPhone XS に変えちゃいました。念願ゴールドにしたよ。もともと iPhone 7もゴールドをずっと使ってたんですけど、ちょうど今月で2年経ったので。でもだいぶセブンさんが画質も落ちてるし、光
光の筋が写真に入っちゃったりとか、あとなんか電話機能、ね、相手の声がすごいちっちゃく聞こえたり、ショールームの音声も変って、なんかよく言われてたので、これは買い時だと思って、PS さんにしました。もうね、やばい、最高すぎるよ。まあ、と言っても今この配信はセブンでそのままやってて、これから iPhone7 はショールーム用に使おうかなと思ってるんですけど、今日も音声大丈夫そうなので。そう、ちょっとね、迷って、最初は iPhone10 にしようかなって思ってたんですよ。10S が出たって言ってたけど、10もそんなに全然機能悪くないし、あと10S が出たことでちょっとだいぶ値下げしてくれるんじゃないかっていう淡い期待を抱いていたんですけれども、意外と10が全然値下げしてくれなかったので、だったら同じくらい払うんだったら 10S にしようって思って、でも 10R っていうのも新しく出たじゃないですか。まあ、それの方がね、全然安いし、カラーバリエーションの赤とかもあったりして可愛いから。で、あとこの間、たかみなさんのラジオの代打で出演させていただいたときに iPhone の話を聞いて、10R がすごいおすすめですってその方が言ってたんで、めっちゃ迷ったんですよ。でも機能的には全然 10R でもよかったんだけど、何が嫌って、ちょっとサイズがね、 10S より大きいのよ、 10R の方が。そもそも7に慣れてる私が10S でも大きいのに、それよりワンサイズ大きい10R はちょっと無理だなって思って、ちっちゃい方の 10S にしました。まあ、結局こっちの方が画質もめちゃくちゃいいし、ポートレートもね、自分の携帯でポートレートができることにもう大感動なんですけど、もう早速今日ね、まなみのすっぴんを ポートレートで撮っちゃったよね。さすがにマスクで隠れてたけど、よ、あとで。見たい？ちょっと待って。ちょっと2枚あるけど、あんまり写ってない方にするね、ちゃんと。マナミの人権を守るために あ、そっか、これ明るくすぎると見えなくなっちゃうんだっけ。でもわかるかな、このポートレート感出てる？全然わかんないね、これ。どうしたらいいの？乗せます。そう、反射しちゃってよく見えないね。まだケースも変えてないし、液晶のあれも貼ってないので、緊張しながら触ってます。こうやって持ち歩くのは今日が初めてだったのよ。昨日は一日中ずっと仕事中にバックアップから復元をしてて、だから iPhone7 を Wi-Fi だけの状態でずっと使ってたので、もやっぱさ、バックアップとかさ、復元とかって難しいじゃん。私そういうの昔からすごい好きだったから全然いいんですけど、みんなどうやってやってるんだろうね、すごいよね。今日そういう機械とか別に興味ない人たちにとって絶対難しいだろうなって思いながらも、私はそういうの好きなんでワクワクしながらやってました。ホームボタンないのね。なんか全然平気、慣れた。フェイス ID みたいな顔認証だけはちょっと全然反応してくれなくて、うんってなるけど、こうやってスワイプで開くとかは、せいちゃんとかこみはるがずっと10を使ってたので、貸してもらうときにそれ使ってたんで、全然慣れてます、もう。顔認証サクサク？そう？とりあえず、メガネなしバージョンとアリバージョン登録してみた。
ユイリーがミオともっと仲良くなりたいって、なに嬉しい。ユイリーちゃんもう仲良しよ、もうマブダチ。すでに暗くても反応あんまやったことないかも。でも結局顔が認証されなくてもパスコード打てるので、その後結局そっちの方が多いです。顔いらないかも。そう、下の縁ないのこのメガネ可愛いでしょ。なんか全部黒縁とすごい迷ったんですけど、全部黒か全部金かと迷ったんですけど、全部黒だとちょっと重すぎるし、全部金だとなんかなんて言うんだろうな、伊達メガネっぽすぎるからつまんないなって思ってこれにしたの。めっちゃリエさんで認証してって言われるされんのかな。でも確かにカメラロールのさ分別みたいなのも私とリエさん同じフォルダに入るしいけるかも。まだでもそんなに 10S、まあ、慣れてるわけじゃないので研究しますこれから。目が悪いんですよ。でもね、一個ね、一個っていうかあのエアドロップが全然できないんですよ。なんでだろう。古い携帯から新しい携帯に写真をその何個か送れてなかったのが数枚あったので送ろうと思ってエアドロップつけたのに、こっちでね全ての人って受け入れても名前が出てこないので、逆もできないんですよ。やってみたら変なの、すべてにしてんのっていうのと、あともう一個は LINE のスタンプを、スタンプ LINE でなんか嬉しいとか打ったら上に候補で嬉しいのスタンプが何個か出てくるサジェスト機能かな多分があって、それ私結構便利だから使っててオンにしてるんですけど、それもちょっとね出てこないんですよね。電子だとっていう2つ2点の謎がありますが、なんで私はこんな話をしてるんだろう。知ってる人いたら教えてね。やっぱちょっと再起動を1回してみてできなかったんだけど、またもう1回後でしてみよう。ケースの何にしよっかな迷い。なんか臨時でケースとりあえずつけないと不安だからと思って、昨日なんかあと10分ぐらいでお店が閉店する直前に滑り込みで入って 10S のケースを探したんですけど、 10S がねないのよまだ。10もほとんどなくて、しかもめっちゃ高いのしか、高いのが3つぐらいしか売ってなかったからやめました。名前出てくる画面の方にしとけば出てくるよ。エアドロップのことかな。なんかね周りにいるメンバー、楽屋にいるメンバーのエアドロップとかめっちゃ出てくるのに自分のね iPhone だけ出てこないのよ。あ、そうだ、保護シートどうしよう、まだ貼ってないからそれも明日買いに行く。セブンの時はガラス保護シートをずっと貼ってて、結構めちゃくちゃ多分このガラスに守られてました。私のセブン一回も結局セブンは割ってないかな。その前の iPhone はめっちゃ何回か割ってたけど、セブンは割らずに2年過ごせたけど、ガラスシートはだいぶひび入ってるから助けられてました。同じ携帯で認識されてんじゃない。ああ、それもありそう。確かにやっぱガラスかな。ガラスにしよう。でも高いじゃん。だから今人に欲しいものはって聞かれたら迷わず液晶保護シートとかガラスフィルムって答えたい。
らないのが普通。私が今まで割ったので記憶あるのは、あ、でも1回しか記憶ないな。普通に AKB 入ってて、あれの時かな、スーパーアリーナのコンサートがあった時にのリハーサルの日か本番の日かに駅で落としてバリバリの状態で、でも集合時間だから仕方ないからそのままスーパーアリーナ行ったっていう記憶がめっちゃある。しかもさ、ちょっと割れただけなんてか、まあ画面割れるのはいいんですけど、まだあの内カメラの上までひびさえ入っちゃうともう困っちゃうよね。自撮りができないんですよ。いや、まゆさん卒コンよりも全然ずっと前、多分もう2015年とか、かな、うん、15年のスーパーイーナーか、あ、違う、もっと前かも。なんならリクアは100位から1位をスーパーイーナーでやった時ぐらい昔の話かも。そう思うとスーパーイーナーで結構いっぱいコンサートやってるんですね、我らが埼玉。さっきほんまでか TV で埼玉の話してたな。組閣あった時が2015の方か。今黒似合うね、キッパー真っ黒。ユニードナウのスカート履いてる。いいよ、ラジオは緊張した？緊張しなかった。最初だけちょっと緊張したけど、でも全然楽しかったし、本当にあっという間でした。2時間これから何するの？パーソナリティお昼にやらせてもらって、なんかね、去年パーソナリティやらせてもらった時のAKB メールは携帯残ってて、それ見たらめちゃめちゃ私の文章緊張してて笑った。だからそれと比べたら1年でちょっと成長できたかなって思いました。そう、ラジオ結構ね、ファンの人みんなメール送ってくださったりして嬉しかったです。あとラジオといえばだよ、今日のオールナイトニッポンはノースリーブスさんだ。楽しみすぎる、絶対聞く。楽しみ最高。今私はノースリーの20周年ライブのために生きてる。メール送ってみたら、わ、それはワンチャンあるな、読まれるかな、なんて送ったら読んでもらえるかな。明日も全然起きるの早くないんで、明日もじゃない、明日は、今日がめっちゃ早かったんですけど、明日は大丈夫だから、ちゃんと寝落ちなければ3時まで聞けたら聞きたいな。で4時半起きだよ、それは辛い、それはちょっとしんどみが深いんでタイムフリーですね。そう、今日は AK ビンゴの収録してきました、4本撮り、まあ、2本ずつ違う企画だったんですけど、その後にやったこの企画がめっちゃ楽しくて、新しい企画だったんですけど、結構ね、今までの正直将棋とか無茶振りドッジボールとかに並ぶぐらいこれから定番企画になるんじゃないかなって勝手に私が予想してるぐらい私は楽しかったです。そう、4本撮りしてきたよ。さらに朝に歌収録もしてきました。もうね、眠すぎて撮りながらちょっと一回吐くかと思った。一日頑張りました、楽しかった。レナッチいたよ、ずっと隣にいた。
筋肉痛なんだかんだ大丈夫なんだけど、でもここ肩、右肩のここだけめちゃくちゃ痛い、ピンポイントで。むしろ筋肉痛明日の朝とか来そう、明日起きたら。来週の BS ドラマ、そうです、やっと皆さんお待たせしました。 BS の、警視庁捜査資料管理室のドラマ2話に1回出演したんですけど、そこからしばらくね私が登場するシーンなかったんですけど、来週と再来週の7話と8話にやっとまた出てきます。しかも2話の時よりも多分多めに、7話はどうだったかな、8話結構ねいっぱい出てくるんで楽しみにしててください。セリフ量も多分7話と8話の方が多かった気がする。面白いよね、毎週見てるようだって嬉しい。4本撮りは何週分、4本撮りは4週分だと思います。あ、どうだろう、多分ね、うん、そのはず。絶対に無理なんて鍵中の人に言われたが、ノーエマめっちゃ好き。なんか踊れば踊るほどどんどん好きになる。Aメロが好きです。あ、ミラクル9もそろそろあるね、忘れてた。収録したのだいぶ前な感じがする。いつだっけ放送は。あ、すごい、フェイス ID あれだ、あれした、メガネでもちゃんと反応してくれた。え、来週、嘘だ、え、何、もう来週なの。あ、21だ、本当だ、再来週だ、楽しみ。ちょっとへへへ、何も言わないでおこう。来週北海道全枠もあるね。フリーで僕たちは戦わないとどっちが大変だった。でも振り覚えるのは多分僕たちは戦わないの方が時間は全然かかりました。僕たたはそれこそイントロだけで本当に1日かかった感じだけど、ノーウェイマンは MV の前日に振り入れして、その MV で踊る部分は全部その何時間かでやったので、僕たちは戦わないは覚えるのが大変で、ノーエマは踊るのが大変っていう感じ。まだ踊れるのかな、踊れるとこは踊れるけどね、忘れてるとこは全然忘れてたりする。僕たた、あ、1万人超え、ありがとうございます。独占っていうの嫌いなんだよね私。謎の好み。ビギナーは、私ビギナー何で最後の最後まで多分ダンス曲の中でずっとやってなかったのがビギナーで、私なんかやる機会があまりなかったんですけど、ある時覚えるってなって、でもビギナーは自分がファンだった時にずっと動画とか見たりして勝手に覚えたりしてたので、全然覚えるのは楽しかったです。
女みたいなのあったよね。懐かしい。ウザは、ウザはなんか覚えるのも踊るのも大変っていう感じ。激しいっていうよりシンプルになんかダンスが上手くないとかっこよく踊れない曲だから、未だに私はかっこよく踊れないんですけど、でも本当にウザを私どうやって覚えたかの記憶が全然あんまりなくて、もともとチーム4のツアーかなんかで私は参加してないところでウザを9人ぐらいがやってるあのブロックがあって、でなんか急遽その9人でのウザになんかコミが出なきゃいけないってなってツアーの時で、コミがなんか急いで振り入れをしてるのをなんか横から勝手に見てて、遊びで人ごとみたいに余裕な感じで遊びで覚えてたら、意外とそれが頭に残ってて、実際本当にウザやりますってなった時も苦戦せずに覚えられた気がします。人がやってるのを勝手に隣で覚えるの楽しい、プレッシャーなく。遊ぶな遊ぶな高見さん。何の話しようかな、最近の画像とかなんか面白いのないかな。そう、舞台の話、この間なんかすごいさ、中途半端な感じ、中途半端ってことでもないけど、もっと話したいかなって思った気がするけど、舞台の話でなんか質問とか聞きたい話あったりしますか？まじまりのキャラ解説、いいね。一人ずつじゃあちょっと短めにやっていこう。私の個人的な見てての感想とかでいいんですか、それって。じゃあまずリリー、グリユイちゃん。いやもうリリーはまずもうね、何から話せばいいんだろう。縦がめちゃくちゃ綺麗、これまあいろんなところで言ってるんですけど、ユイユイ本当に縦が綺麗で、覚えることもたくさんあっただろうに、本当にどの盾のシーンもちゃんと綺麗に話すのがすごいなと思って尊敬しながら、私はでバラちゃんは口開けてずっと見るっていう演技をしてました。あとなんかやっぱドラマの最初の頃は、最初の本読みの時とかすごくやっぱり低い声を出すのとか、私の前に立つんじゃねえっていうヤンキーっぽい口調を言うのにすごく苦戦してて、ゆいゆい大丈夫かなっていうのもすごい心配してたんですけど、もう今となってはそんなもう嘘だったみたいにリリーがちゃんと出来上がってて、それがすごいなって思います。リリー萌えっていうのが私の中であって、なんかリリーがちょいちょい可愛いんだよね、なんていうの、あやねちゃんがリリーが読んでる小説取り上げてなんかひょいひょいみたいなやってんのをリリーが返してくださいってセリフはないんだけど、人が喋ってるし、あの横の方でこうやってやってるのとかがめっちゃ可愛いのも、リリー何しても可愛い、燃える、わかるでしょ、あの感じでさ、なんか可愛いってなるとか、アドリブコーナーで笑いこらえてるリリーとかもうマジ可愛すぎて燃えました。次はりんちゃん、ひな。ひなは誰よりもセリフを覚える量とかも多かっただろうけど、なんかそのなんだろうな、大変とか辛いのを全然見せずに、りんちゃんは最初の頃の稽古から多分一番最初にこう台本を持たずにちゃんとセリフを覚えて言ってるのを見ててすごいなって思ってました。
ひなの声がすごい好きだし、やっぱ花組はテンション高い役だから、ひなぐらい高い声だとすごい、なんだろう、明るい感じになって安定感もあって、ひなちゃんの存在は花組に大きかったですね、やっぱり。あと、次がすみれ、なるちゃん。すみれはドラマの時はちょっとおとなしめの、3人の中でおとなしめのキャラだったのが、舞台になってもうおとなしいっていうのをなんか捨てようっていうふうに演出家の方が言って、なんかもうどっちかっていうとちょっとバラに似た感じの強気な女の子にキャラ変したので、その多分演じるのすごい大変だったと思うんですけど、みんなの大変なとこばっか言ってる。でもなんかバラとスミレはニコイチみたいな感じでずっとやってってたので、いつも隣にいてくれて楽しかったです。私たちの勝手な、ドラマの時から勝手に考えてた裏設定は、そのひなばらすみれの3人はすごい仲いいんだけど、ひなは、じゃあ私とすみれはもう幼稚園ぐらいからずっと一緒にいる幼なじみで、親同士もすごい仲いいみたいな。でもひなは中学から一緒になって、今高校でも仲いいよみたいな感じの裏設定を作ってて、あとドラマに出てた孝太郎って男の子は、ひなと小学校からの同級生 裏設定を考えて演じるのがやっぱ楽しかったです。そんな感じするでしょ、めっちゃしっくりくるもん。どんどん行こう、次椿かな、あやねちゃん。あやねちゃんも舞台、違う、ドラマでは結構やられちゃったり、か弱い女の子の役だったんですけど、舞台ではめっちゃキレたりとか、とかじゃねえんだよみたいな口調をするシーンもあったりして、あやねちゃんのそういうセリフ言うのって本当に今まで想像つかなかったから、でもね、超うまいの、もう「えっ、あやねちゃん」ってなるぐらい、その強いセリフの言い方がめっちゃうまくて、うますぎて、すごく大好き。誰がいたか調べよう。あやねちゃんともこの舞台期間で、なんか距離が縮まった気がしてすごく嬉しいです。いつか一緒に、同い年なので一緒に今度ご飯行こうねって話をしました。次がズッキー、あやめ。あやねちゃんは椿で、あやめはズッキーをやってるっていうね、これ紛らわしいんですけど、ズッキーはもともとね、舞台経験者なんですよね、子役の時からずっと舞台に立ってたっていうことで、だからすごいやっぱり上手、本番の時にすごいそれをすごい思いました。稽古場でやってるよりもやっぱ舞台に立つとすごいズッキーがより輝いてて上手だし、私がそのズッキーに一個突っ込むところでいつも笑いが起きるのが嬉しかったです。前も話したと思うけど、そう、ライオンキング。すごいよね。次はもうエロ先生でいいんですか？エロ先生は、やっぱそのエロ先生の、ただなんか、エロいだけじゃない一面が舞台ではすごい見れるシーンがあって、エロ先生の過去。そのシーンがね、やっぱすごいエモい、エモかった、あのセリフは。結構初日のそのセリフを言った時に客席がざわってしたのも嬉しくて、私出てるシーンじゃなかったんですけど、あ、反応してくれてるって思ってね、嬉しかった。妖先生イコールおたべとかはそこまでは分かんないですけど、私はそうやって勝手につなげて考えるのは好きなのでね。
久保先生は楽屋の席がずっと隣だったので、なんかその期間、本番期間ずっと一緒にいましたね。あと盾もあったりして、かっこよかったです。次、りんちゃん。マチャリン、マチャリンは本当に稽古期間に多分一番苦労したと思うしね、まず覚えるだけでも大変なのに、セリフの言い方とかも結構はっきりビシッと言わなきゃいけなかったり大変だったと思うけど、多分一番稽古期間から本番にかけて、なんていうの、成長したって、すごい上から目線みたいな言い方になっちゃうと申し訳ないんですけど、もう一番とにかく上手になったのが私はマチャリンだなって勝手にすごい思ってて、マチャリンがセリフ言うたびにやっぱもうすごい面白いじゃん、面白かったの。マチャリンが出てくるシーン、私はめっちゃ大好きです。 I love you のシーンね。笑うよ、もうりんちゃんのキャラ大好き、一番好き。確かに本当のマチャリンの方が多分全然日本語上手に喋れるだろうけど、あの役はわざとちょっと片言でやってたのかな、きっと。それで口悪いのがめっちゃ可愛かったです。で、親衛隊か、次ツバイタン。ツバイタン本当にお芝居が上手で、メグはなんて言うんだろう、もうツバイにしか見えない、あの演技中の姿が。なのにその一回はいってなったらもうめっちゃふにゃふにゃってして、えーってなるのが、メグのギャップが超可愛いです。ツバイタンすごいね、稽古感もめっちゃ台本に超いっぱい書き込みしてるし、メグは一個一個のセリフの言い方とかをもう全部わかりやすく、なんていうの、こうシーンごとに差が生まれるように考えながら言ってるのを私は見てましたね。メグがなんかこうやって舞台はアンサンブルとして出たことあるけど、こうやっていっぱいセリフがある舞台は初めてって言ってて、そんなの信じられないぐらい超うまかった。あと次がフンダートさん、ジーナさんはやっぱ一人こう HKT からこう来てくださって、本当に基本 AKB のメンバーで今回やってたから、それだけでも大変だし、稽古とか全然最初の頃来れてなくて忙しくて、本当に一番最後に合流したぐらいだったのに完璧、すごすぎる。あの衣装とかも超似合っててかっこよかったです。イケメン綺麗だった。で次がフンダートじゃない、タウゼント。おだいりは、おだいりは親衛隊の3人の中でも一人だけ新米親衛隊っていう裏設定があって、だからいちいち竹刀の持ち方とかもなんかこういう怯えながら持つ感じとかがめっちゃ可愛かった。セリフの言い方とかも新米でちょっとビビりだけど強がって言ってますみたいな感じを出すのが大変そうだったけど、ターゼットのキャラも好きでした。うん、そうなの、実はねそういう設定があった。やばい、もうちょっと iPhone の充電がおかしいことになってる。いや次はあれ地に行こうかと思ったんですけど、それはどうしようかな。
近々ショールームをやるので、それにと半分取っとこうかなと思ってるんですけど、それでもいいですか？携帯がね、やばい、今待って、タップしてる音とか超聞こえてるんだけど、ごめんね、今すごい触っちゃった。1万5000人も見てくれた、ありがとうございます。次 10S でやってみよう、1回配信。画質の差を楽しみに。なんだかんだ今日いっぱい喋った気がする。また次回のお楽しみに。じゃあ次は荒地の話も一人ずつしたりしようと思います。10位13位わがちゃん、12位バジュンさん、11位ハルニーヨンさん、10位シドさん、9位スザクさん、8位キャンディープリンスさん、7位ハリーユマポーターさん、6位ワタナビーさん、5位マミモヤシさん、4位タケイさん、3位タカヒロさんだってのか、タカヒロさん、2位ミニオンズさん、1位北海道しのぶさん。1万5000人ありがとうございました。数日以内にまたやろうと。じゃあ一回私は仮眠を取ってオールナイトに備えます。ちょっと直そう。ありがとうございました。また配信するね。だんだん画質悪くなるって、やっぱり。またね。おやすみなさい。